内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお届けする30分でございます。さあもう昨日の朝はね、地震で本当にびっくりしたんですけれども、あのメッセージもねたくさんいただいてます。あやちゃん大丈夫みたいな感じで、もうたくさんの方ねいただいててありがとうございます。もう皆さんもね大丈夫だったらいいんですけど、本当にもう帰宅困難だったり、電車もね止まってたりだとか、いろいろ被害もあったんですけれどもね、もうちょっとでも早くいろいろね元の通りに戻ったらいいんですけど、余震がねまだ結構続いてるので、皆さんとりあえず自分の安全を第一にね考えていただいて行動していただけたらと思います。はい、気をつけていきましょうね。さあ今週も生放送でお届けしていきたいと思いますよ。メッセージも皆さんのねどんどん紹介していくので送ってきてくださいね。今日のねメッセージテーマは、今週のね日曜日があの KBS ホールで美と健康の欲張りフェアがありますけれども、私もねライブ出演させていただきますけれども、もうそれがあるので、もう今週のメッセージテーマこれにしようと。あなたの美と健康は、あなたの美と健康はというテーマでございます。皆さんが美のため健康のためこんなことしてるよとか、ちょっとこんなこと知りたいなとかね、まあいろいろ思うことぜひぜひ送ってきていただけたらと思います。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300、075-431-2300 番です。たくさんのメール、ファックス待ってますね。メッセージ送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、そして BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットセットにしてプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れの内容に書いて送ってきてください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。辛い足元の冷え、ヒルガン盤浴 BS ファインのレッグウォーマーはただふくらはぎにつけるだけで足湯のようにじんわりじわじわ温める。サンプル付き無料商品カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 鴨繊維まで。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。まずは1曲お聴きいただきましょう。内田彩でブランニューデイ。
KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン。今日もねちょっと寒かったり肌寒いですよね。最近もね梅雨やしちょっとジメジメやし暑いんかなと思ったら、まあ寒かったり暑かったりもぐちゃぐちゃですけれども、そんな時でも BS ファインの商品がいつも私全身ね守ってくれてるんですけど、今日もねいろいろ全身足、肌着いろいろ着ておりますけれども、はい、まあ、そんなわけですね。お電話がつながっております。 BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし。こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。なんだかもう季節がねよくわかんないです。寒かったり暑かったり。今日は岡山、はい、今小雨になりましたね。あ、小雨ですか。こっちもね、はい、今さっきちょっと降ってきてますね、パラパラと、でも昨日はあの地震があったりして大変でしたよね。ねえ、ちょっとまだね余震も続いてたりとかして、はい、皆さん不安な、ね、日々をちょっと過ごしている状態なんですけれども ね、はい、まあ、そんな中でちょっとこの BS ファインの商品、私本当に毎日このいろんな温度の中で本当に助けてもらってます。 ありがとうございます。今日もあのレギンス履いてたり靴下履いてたり、はい、いろいろね着用してるんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、今日はね、はい、着圧ソックス、着圧ソックスをご紹介させてください。私これあのアメリカ行くとき履かせていただきました。 ありがとうございます。飛行機最高でございますこれいや、さっきあの音楽が流れたの聞いてましたけど、あ、はい、ありがとうございます。なんかちょっと変わりましたねこれね。でもね社長、3枚目のアルバムの曲なんです。あ、そうなの。なんか私の感情が違うんでしょうかね。あ、でもね聞くときによって違ったりもするかもしれません ね確かに、だから本当に、梅雨空でなんですけどこちら、はい、やっぱり外に出るとちょっとひんやりと梅雨冷えっていう風な感じですよね。あ、そうですね、で、あの着圧ソックスをご愛用の方って結構おられますよね、立ち仕事の方とか。結構多いですよ着圧ソックスって、やっぱりあの足のむくむのがあの嫌だとかね、いろんな方がいて、ね、やっぱり多いと思います着圧ソックスは、はい、でもそういう場合どうしてもあのぎゅっと締め付けてしまうので、はい、あの履いたり脱いだりするのが大変って方もたくさんおられたり。そうですね。から足が疲れるから着圧ソックス買ったけど結局履けないわって言われる方も多いんですね。私も何度か実は普通の、ね、着圧ソックスを履いたことがあるんですけど、はい、履いたり脱いだりするのが大変すぎてなんかもう嫌になって履いてないです、過去の。結構そういうこと多いんですよね。ですよね、はい、で私どもの着圧当然ながら締め付けるんですけども、はい、無理に締め付けないように締め付け圧力を調整していってるんですね。おお、なるほど。ですから比較的サッと履けてサッと脱げる、ここポイントなんですね。 BS ファインのこの着圧ソックスは私もあすごい履きやすいと思って、で脱ぐ時も本当にこれ着圧ソックスかなって、まあ、着圧ソックスなんですけどもあの、はい、ね、本当に市販のってこうよいしょよいしょよいしょみたいな感じで脱いだり履いたりするんですけども本当によいしょぐらいでできるかなっていうイメージですね。はい、でこういう、まあ、夏になってくると、はい、あのまあ、梅雨冷えといってクーラーがどうしても蒸し暑いからつけますよね。ついてますよねお店もね、でそうすると湿度があるとどうしてもあの空気中 あの熱伝導率高くなるので、はい、より冷えを感じてしまうんですね。あ、でそうすると足元がやっぱり冷える。うーん、で着圧ソックスの場合どうしてもギュッと締め付けるので、はい、やっぱり血行の流れが少し悪くなったりするケースがあるんですね。ああ、なるほど。でその時に BS ファインの着圧ソックスというのは、はい、無理に締め付けない。で繊維の中に天然鉱石ブラックシリカが入っていて、はい、体をじんわり蒸れずに温めてくれるので。それってなかなかできるようでできないですよね、蒸れずに温めてくれるって。ですから本当に
構着圧ソックスを履いていただくと、はい、適度な心地よい着圧と、はい、BS ファインの機能で冷えない、蒸れないから疲れにくい着圧ソックスが完成できたんですね。もうずっと立ち仕事の方とかね、もう一日中歩きっぱなしっていう、はい、もう男女兼用ですからね、この着圧ソックスは。本当に男性も女性 もうこういう靴下を求めてたっていう方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども。そうなんですね。ですから一度履いていただくと、はい、いやこればっかりになったという方かなりおられるんですね。わかります。もうこれ多分ね、今までの着圧ソックスで不満だった方はぜひこれ履いていただきたい。手放せなくなると思います。はい、はい、でやっぱり長時間内田さんのようにね、アメリカに行かれるとき、はい、海外出張とか、はい、それから国内でもよく移動される方多いと思うんですね。そうですね、電車とか飛行機とかね、ひどいとき2000キロぐらい移動しますからね。もうすごい、はい、もう日本超えてる、はい、2000キロ、いやいやすごい。だからそういうときでもやっぱり履いていると違う。あ、それから当然ながら暑い夏は汗ばむと思うんですが、はい、そういったものってまとわりついたりするんですよね。そうですね、汗とかでねちょっと気持ち悪かったりしますよね、ところがこれはそういうことがないので、うん、なんかさらっとした暖かさで冷房の中に入っても足先まで暖かい、うん、そうなんですよね、しかも暖かいって言ってもその暑いとかじゃないんですよね。冷房のとこで入って、まあ、寒い肌寒いっていう時に本当にじんわり元通りに、はい、何でしょう、ぬくもりに包んでくれるというか、はい、もう暑くて嫌ってそういうあれではないんですよね。だから脱いだ後、よく着圧ソックスを脱がれた後で、はい、いや足がパンパンに逆になったって言われる方おられるんですけど、実はならないって皆さん言われるんですね。わかります。私もまあ今回この渡米で履かせていただいたんですけども、はい、いつもとやっぱりむくみ方が違いました。 ありがとうございます、はい、すごいね。だから、うん、靴もすぐ履けましたし、はい、本当に本当に、ここら辺で分かりますね、うん、私も海外時々出張するので、はい、やっぱり手放せないっていうんですかね、うん、その上私の場合ソフトジーンズまで履いてますので。あ、そうですね、まあ、ちなみに私もそうなんですけどね、渡米、はい、の時はソフトジーンズとこの着圧ソックス、ね、はい、それからこ の日曜日ですね。あ、そうです、日曜日、はい、KBS 京都に参りますので。はい、そうなんですよ。皆さん今週日曜日はですね、美と健康欲張りフェアが KBS ホールで開催されまして、はい、入場無料なんですけれども、 BS ファインのコーナーもねステージあるんですよね。社長はもう10時10分からです ね、はい、そうですね、ステージで、BS ファインってこんなものですよって少し説明をさせていただきますので、はい、でまた内田さんとも一緒にお話をさせていただきたいと思いますのでね。ありがとうございます。私もこのステージで一緒にトークさせていただけたらと思ってまして、はい、ぜひ皆さん来ていただきたい。温活講座ね、本当にいろんなそんなお話から、 BS ファインのお話から、私のリアルなこの実体験というか、はい、まあいつも喋ってるんですけども、またいろいろ BS ファインのね、また使ってどうだこうだっていう話もいろいろさせていただけたらなと思ってます、はい、お店も出店されるんですよ ね、 はい、でサンプルも簡単なものを持ってきますからね。でぜひそういったもので体感していただいて、はい、で本当に暑い時はやっぱり汗をかいてやっぱりダメねと思われる方もおられると思うんですが、うん、実際には体を冷えない、体の体温を保っているだけなのでね。なるほど、そうですね、やっぱりホールは寒いので、はい、冷え方が違うと思います。あ、ぜひ皆さん体感もね、そうやってサンプルで手首足首にねリストバンドとか巻いてもできると思いますの で、はい、で社長もねいらっしゃるというのが、直接お話もできるというのが、結構いつもね、わあ BS ファインの社長みたいな感じで ね皆さんすごい皆さん本当に、ね来ていただけるのは、あまり私には期待をしないでいや皆さん期待大でいらしていただけたらと思います。そして社長、いろんな、ね、BS ファインの商品があると思うんですけれども、メンズ、はい、レディース、インナーも、ね、ありますし、ソフト、はい、ジーンズもありますし、靴下もソックスも、ね、ありますの で、 そうです、本当にいろんな商品があります。お休みマスク、アイマスクとかもありますので、ぜひ皆さん今週の日曜日 KBS ホールに朝の9時半会場で、夕方の大体4時頃までですね開催されまして、はい、私のライブとかもありますので、 BS ファインのお店もございます。ぜひ一度いらしてくださって、実際のものをね触っていただいて、これかというふうに見ていただけたら嬉しいです。さあ、そして無料のねパンフレットも、 BS ファインの無料のパンフレットがありますので、
まずこちらお問い合わせいただいて無料のパンフレットをご請求ください。そしてサンプルリストバンドも1枚セットでねお送りくださるということなので、はい、まず皆さんメモのご用意よろしくお願いしますね。電話番号言いますよ。キル岩盤浴 BS ファインのお問い合わせ先です。電話番号0120-259-789 0120-259-789 加茂繊維までお問い合わせください。もちろんホームページもございますのでインターネットでねキル岩盤浴とか BS ファイン調べていただきましたら出てきますので見ていただけたらと思います。あと今梅雨のあったか便りという形でいろいろ、あの1枚以上お買い上げの方は BS ファインの特製フェイスタオルプレゼントとか。そうです ね、あのこのタオルもですね、はい、あのちょっと寒い時に、うん、膝の上にかけていただいたり、逆にですね、はい、お尻の下に敷いていただきますとね、あなるほど、実は体がじんわり温まってきますので、あお尻ってこれ、ね、本当にねぜひ試していただきたいタオルですからね。すごいいろんな使い方ができるフェイスタオルですね。そうです、だから、あの少しあったかいお湯で顔の上に、はい、あの置いていただくと軽く絞ってね、はい、顔がポカポカしてきます。あめっちゃなんか肌にも良さそう。ちょっと疲れ目の時とか、ね、あそうなるほど、そういう時にもいいですからね。いろんな使い方本当に BS ファインの普通のタオルなんですが使い方によってはすっごい威力を発揮しますからね。なるほど、はい、いろんな使い方皆さん独自でもね生み出せますね。あと1万5000以上の方はリストバンドプレゼントとかもありますので、はい、これちょっと長めでねあの肘にも使えますからね。あなるほど、そういう使い方もで BS ファインの商品って結構自分なりのアレンジで使えますよね。そうですウエストウォーマーとかレグウォーマーとかもですけれどもね、はい、はい、まあ、いろんな商品ございますのでぜひ皆さん今週の日曜日ですね KBS ホールでお待ちしておりますので、はい、門野社長もいらっしゃるということなのでトークもねあります。楽しみにしていてください。ということで社長じゃあ今週の日曜日またよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています内田彩 J カントリー。さあ今週のメッセージテーマはあなたの美と健康はでございますけれども紹介していきましょう。美和子太郎さん、美と健康ですか。普段不健康な生活をしていますがそれでも気をつけているのは野菜をたくさん摂ることです。野菜って美味しいし健康にもいいしでいいことばっかりですよね。私もね野菜は摂るように心がけてますね。あのご飯大好きだしお肉も大好きなんですけどとりあえず食事の時はまず最初野菜から食べようと、はい、これは心がけてますね。結構食べる順番で変わるとかも言いますもんね、うん、サンフラワーさん、あなたの美と健康、嫁が以前買った美顔器を使用したり あまり物事にこだわらないこと、それに運動と嫁とカラオケに行ったりしたりして元気いっぱいですと。ポイントはお嫁さんということですね。お嫁さんと一緒にいろんな、じゃあ旦那さんがお嫁さんの美顔器を使ってはるということですか。あすごい。でも結構最近男性の方もねあの美にこだわられる方っていうのは増えてます。いやいいことやと思いますよね。綺麗に越したことはない、うん、ええことやと思います。妖怪地の大田子さん、健康増進にボーリングをしております。腰への負担も少なく手軽に楽しめるスポーツですと。すごい、なんかいろいろスコアもしっかり出してはって、もちろん膝には BS ファインのロングレッグウォーマー着用してプレイしておりますよと。あらあら素敵じゃないですか、ね、そういった使い方もできますね。ボーリングね、私スコア100いくかいかへんかそれぐらいです、はい、三重県のユッキーさん、毎朝スクワットと腕立て伏せを少しずつやってます。それからなるべく歩くように1日5キロを目標にしています。あとはあやちゃんの美しい歌声を聞いて心身ともに健康的な生活を送っています。嬉しい嬉しい。じゃあ耳の方から私はちょっと皆さんの健康をねプラスアルファさせていただけたら嬉しいな。で毎日こうやってちょっとずつやることがね大切なんでしょうね。歩くっていうことも大切だと思います。イージーライダーさん、私は食健康です。毎日夕食にはもずくと納豆は欠かさず食べています。あやさんは納豆食べられる？食べられます。でもね20歳過ぎてからぐらいかな食べられるようになったの。それまでまずいまずいって思って、でもそれこそね健康にいいしと思って頑張って食べようと思って1粒2粒10粒から1箱食べれるようになって今は美味しいと思います、ね、食べてみるもんですね。美味しいですわ納豆、はい、鴨川ギャルさん、
美と健康3食きちんと食べる、腹8分目にすることです。栄養のバランスはもちろん睡眠と適度な運動です。毎日はできませんが目標ですね。そう、私もご飯なるべくもう気持ち悪い、もう無理、もう食べれへんとか、そこまでは食べんようにしてます程よくね、程よくがいいですよね、はい、まだまだ来ておりますけれども、引き続きお付き合いください。内田やJカントリー。つらいお腹の冷え、ヒルガンバン浴 BS ファインのウエストウォーマーはただつけるだけで岩盤浴のようにお腹を温め、朝までぐっすり眠れます。サンプル付き無料カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田やセブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田やセブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田やJ カントリー、 KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田や J カントリー。さあ、ライブのねお知らせがありますよ。まずはなんといっても今週の日曜日でございます。 KBS ホールで開催される美と健康欲張りフェア、私のねライブは3時からなんですけれども、この日ステージが朝の10時からスタートなんですけどね、あ、9時30分会場ですよ。で10時からスタートなんですけど、私いろんなところでちょこちょこ出させていただきます。そして10時からBS ファインのね、先ほども話ありました角野社長のいろいろトーク、私も出演させていただきます。はい、10時過ぎからねありますので、ぜひ皆さん朝から来てください。先着300名様に美と健康グッズ福袋プレゼントがあったり、あとね豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会もこの日あります。あと池谷幸雄さんのプレミアムトークショーもあったり、梶原アナと遠藤アナの美と健康欲張りタイム、公開生放送もあったりね、本当に盛りだくさん、しかも入場無料ということなので、ぜひ皆さん今週の日曜日は KBS ホールに遊びに来てください。お待ちしております。さあ、そして他にも私ライブ出演がありましてね、6月29日金曜日はシルバーウィングス、千代院さんの向かいにありますライブハウスで夜7時から、対バンライブ、いろんな方がね出演されるライブ出演させていただきます。ご予約の方1500円プラスワンドリンク、当日2000円プラスワンドリンクとなっております。さあ、そしてニューアルバム Hello My Songs、 これが7月15日リリース決定ということで、それに伴いましてワンマンライブツアーが決定しております。東京がね7月15日日曜日、名古屋が7月22日日曜日、そして京都が7月21日土曜日、会場がボックスホール、時間はねお昼午後の2時スタートとなっておりますので、ぜひ皆さんいらしてください。7月21日土曜日、チケットはご予約前売りチケット、前売りチケットは2000円、当日の方は2500円、そして前売りのみねペアチケット今回発売しておりまして3000円、お得ですね。お二人で来ていただくと3000円というふうなペアチケット前売りで発売しておりますので、ぜひ皆さんゲットしていらしてください。ドリンク代別途600円となっております。ローソンチケットですね、これ全国のローソン、はい、コンビニのローソンで買っていただけます。ローソンチケット、あとは KBS 京都事業部に電話していただいて予約後チケット郵送という形もありますので、皆さんお待ちしておりますね。よろしくお願いいたします。さあ、来週のメッセージテーマ言っておきましょう。来週はね6月26日の放送なんですね。ということで風呂ということで、お風呂、これが来週のテーマです。お風呂、もう何でもですよ。お風呂の入り方とか、こんな感じでいつもなんかシャワーだけやわとか、お風呂の良さとかね、まあ、お風呂に関するメッセージ皆さんお待ちしております。はい、メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 ファックスは075-431-2300、 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、そして BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れの悩みに書いて送ってきてください。さあ、まだまだいきましょう。あなたの美と健康、美と健康、私はね絶対家帰ったらメイク落とす、そう、絶対こう肌はね大切なんでね、クレンジング、そして3食食べる、うん、あとは何でしょう、ストレスをためない、
食べたいものを食べる、うん、で野菜は食べるようにね、あとネバネバ系とかも、まあ、意識して大豆系とかもね食べるようにしてるんですけれども、あ、食べるばっかりやって今突っ込まれましたけどあと寝る、しっかり寝るね、はい、まあそこですよね基本はね、はい、まあ皆さんいろいろ読んでいきましょう。あっきゃんさん、酢を飲んでいます、会長です。いや、いいですね、酢グイッグイッと飲んだんですか、むせません酢飲んだ時。あ、でも酢もね体言いますもんね。ロスティさん、この方はいろいろお医者さんに言われてお医者さんに通ってますけど、医者の前でおとなしく話を聞いてるふりをしています本当はやってないの、ちゃんといろいろねやらないと。この方、ひーちゃんさん、納豆ヨーグルトを食べオリーブオイルを使い全身 BS ファインに包まれているので毎日健康に過ごせてます、あら、もう素敵な生活を。ジンさん、昨年腰を痛めてから姿勢を直すように猫背矯正を嫁と通っています。姿勢が良くなると足腰への負担が少なくなり痛みも出にくくなるそうです。猫背ってね、結構最近みんなスマホとかパソコンとかで、そう、私もねそれ意識して、もう今もシュッとこうちょっと姿勢をね直そうと思うんですけど、彦根城太郎さん、そして名古屋の高橋さん、田舎の熊さんさん、トワイライトムーンさん、舞鶴のせいちゃんさん、佐賀野のよしやんさん、琵琶湖さん、やぶれがささん、森山塾さん、カルミンさん、彦根のコネリ68さん、徳ちゃんさん、小結び藤の山さん、町中スキップさん、そして桂のトッシーさん、ゲロゲロ Q さん、泉佐野市のパールホワイトさん、この方は筋トレです、約20年がっつりやってますと、素晴らしい、風邪もひきませんと、あら素晴らしい、いちごさん、かみちゃんさん、いち寿司職人さん、マリペさんなどなど、皆さん今週もありがとうございました。ということで今週日曜日は KBS ホールで美と健康欲張りフェア待ってます。バイバイ。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りしました。